茨城川緑地でございます。そこにあるやつですね。ご当地ちょっと一言だけ説明して、ご当地は茨城でこういうことをさせていただくことで、茨城の曲を作ろうじゃないかって尾崎さん、今日どこかにお見えなんですけど、どこにいてありますでしょうか。あ、始まりうちのバンドのバンドなんですよね。尾崎さんが作詞をされて、で、まあ、この曲を作らせてもらったんですけど、東京茨城川っていう、なんか日本で全国で南北一番長いんですかね、緑地としては。美しい緑地で、で、まあ、桜が綺麗かって、それで作らせていただいた、尾崎さんが作っていただきました。ありがとうございます。じゃあ今から歌いますので、よろしくお願いします。Yeah.
1時間半ということで。